きだけちょっとキープさせてもらいます。いただきます。いただきます。自分の締め方はここっすね。こっから上のところにそのまま刺して、これで今脳締め、脳死刺したんで、エラの内側に歯は絶対背骨側に向けて、で尻尾のところですね。で、切ったらちょっともう一匹も、刺して歯を切れる方を背骨に当てる。で、尻尾のところも切る。いつも神経締めちゃんと してるんで、うまく入れるコツは巻き癖がついてるんですけど、それを上っ側にこういう風に入れていくとうまく入りやすいですね。一発で入るんで、まあ、入ればすぐビクビクってなるんで分かります。上の曲がってる癖が背びれ側に来るように、なんか入らんや、あ、いた。そうすると入りやすいですね、簡単に。持って帰る場合はできるだけ美味しくも食べたいんで、せっかくいただくんでちゃんと処理をしてから、ここまでしてからいつも持って帰ってます。